これ私意識しなかったんですけど、いつの間にか SEO 上位になってたっていう記事があったんですよ。楽天、アマゾンに次ぐ3位。質の高い商品レビューの書き方っていうのが解説されてるんですよ。圧倒的にオリジナルの写真多くないですか。やはり体験談で一番重要なことっていうのは本当のことを、まずセールスの要素を捨てて SEO 順位を高くするっていうことが重要になります。皆さんこんにちは、 4 ユーザーズ SEO コンサルタントの井端です。本日は SEO に強い体験談記事の書き方っていうのを解説したいなと思います。実はですね、先にお見せしちゃった方が早いですね。これ私意識しなかったんですけど、いつの間にか SEO 上位になってたっていう記事があったんですよ。それがもう体験談風だったんですね。シュノーケルマスクフルフェイスって検索すると、これ EC サイトとか物販サイトで言うとカテゴリーキーワードなんですね。でこのようなカテゴリーキーワードって通常楽天とかアマゾンとかゾゾタウンとかビッグカメラとか商品数が多い網羅性の強いサイト、 EC サイトが上位に出てくるんですけども、負けずに私の体験談が SEO 3位だったことに最近気づいたんですよ。計測してなかったんですよ。なので、おこれは面白いと、なかなかこういった体験談記事みんな書けるようになったらすごくいいかなっていったところで、 SEO に強い書き方を紹介しようかなと思いました。どういう記事かっていうと後で解説しますけどね、こういった完全に、ギリギリキーワードを意識してますけれども、ほとんど体験談ですよね。このような体験談記事で、楽天、アマゾンに次ぐ3位、このようなカテゴリーキーワードで、これ皆さんもできたら絶対儲けられるじゃないですか。だから、物販系のキーワードなんですけどね、ぜひ、物販系以外にも応用できるので、このような体験談記事を、ぜひ、今日この動画を見てマスターしていただければなと思うので、今日はポイントを解説していきたいと思います。はい、この体験談記事、今日私が偉そうに解説するんですけれども、実は私が体験談の記事の書き方を解説しなくても Google 検索セントラルブログ、 Google のブログと思ってください。検索順位に関する Google のブログですね、には書き方、質の高い商品レビューの書き方っていうのが解説されてるんですよ。で、私実はこれ見たことなかったんですよ。最近見つけたんですね。で、実は私のやってることと全部とは言わないけど、この Google の商品レビューの書き方とほとんど一致してたので、なのでまず最初にこの Google 検索セントラルブログの質の高い商品レビューを書くっていったところを端折って解説しようかなと思います。これちょっとバババッと、その Google セントラル検索セントラルブログから持ってきたんですけれども、どういうことが質の高いレビュー記事、体験記事に重要かというと、この黄色いところだけちょっと説明していきますね。概要欄にブログ、この Google 検索セントラルブログの貼っておきますので、全部読みたい方はそちらを見ていただいて、まず重要なところだけ私解説していきます。ユーザーの視点から商品を評価します。これどういうことかっていうと、企業からの視点とかだとどうしても宣伝臭くなっちゃうじゃないですか。この機能いいですよ、デザイン性いいですよ。でもそれってユーザーの目線じゃないですよね。ユーザーから見たら、あ、これはこういった機能はこういうところに役に立つとか、あ、このデザインは実際持ってみるとちょっと派手すぎるとか、そういったユーザーの視点から商品を評価するっていうことが重要なんですね。だからよくある間違いは、例えば説明書とかそういった公式サイトの話を持ってきてそのまま書くっていうのは質の高いものっては言えないんですね。そしてここに専門家であることを示す、これはこういうことじゃないですよ、私は、海にの仕事を20年やっていますっていうプロフィールを書くことじゃなくて、レビューしている商品に関する知識が豊富であること、要するに知識が豊富であることを解説して専門家であることを示す。 Google ってすごいですね。そういうことも分かってくる。そして自分自身の体験に基づく解説、定量的観測定が必要ですよ。そして競合商品との差別化要因についてその専門家の見地から解説すること、特定の要点や状況にどの商品が最適かを説明する、いろんな商品があったらなぜこの商品がこの用途に最適なのかっていうのを解説したことが必要ですね。そして、メーカーからの情報以外に、これ重要ですよね。よくある
そういった体験談のサイトっていうのはメーカーの情報にしか基づいてないっていうことがあるので、自分の体験を書いていくということで、まあ、情報以外になってると思うんですね。そしてその他に有用な、リンクとかあれば、まあ、積極的に貼っていこう。そして一つの販売先ではなくて複数の販売先のリンクを紹介することが重要である。つまり偏ってない記事ってところが重要になってくるんですね。まあこのように、もうこれ概要欄見てください。概要欄見て自分で落とし込んでみてた方がいいと思うんですけれども、まあこのようにですね、質の高い商品レビューの書き方っていうのは Google で解説してるので、これでまずこの考え方っていうのをこのサイトで学んでみてください。概要欄を見てそこのリンクを見てください。そして、まあ、これだけだとちょっと難しいので、じゃあ私がたまたま踏まえてたってことなんですけれども、どういうように書いてたかっていうのを解説します。はい、先ほどの、シュノーケリングマスクフルフェイスで、まあ、楽天、アマゾンについて3位のサイトが、まあ、どのような記事になってるかと言いますと、まず、パッと見てください。もうこれ本当のこと長いですよ。ちょっと、半分くらいだけしかキャプチャーしないんですけれども、圧倒的にオリジナルの写真多くないですか？つまり Google も先ほどしたんですけども、独自の写真、独自の動画、独自の音声、この写真が独自の取材をしてるよっていう体験談の、まあ、証拠、エビデンスになって、 Google の検索結果も、まあ、AI がどのように判別してるかわからないんですけれども、これらの写真が独自の取材に基づいてるっていう証拠なんですね。なので皆さんも独自のエビデンス、まあ、できれば写真とか音声とか動画とかをいっぱい貼り付けることで、もうこれ自体が独自の体験談っていう風になるので、まずこういった独自の写真を体験談ではたくさん用いてください。次に、まあ、これはあんまり Google は言及してなかったんですけども、結論から構成を書いてください。こういった体験談記事の悪い例っていうのは、こういう時系列的に書いてしまう人が多いんですよ。アマゾンから届いたので開封してみた。見込めて、アマゾンからこう箱を開けてね。そして、外見は〇〇みたいだ。説明書を読んで組み立ててみた。使ってみた。予想以上に〇〇だった。まあ多分ここが一番重要ですよね。そしてデメリット〇〇。まあメリットも入れてもいいんですけど、で、総評って形で。大体みんなこういう形に書いてあるんですけど、これは NG です。逆です。結論から書くんです。こういう内容を書くんだったら、予想以上に〇〇だってのが一番重要じゃないですか。だからこれを一番上に持ってきて、で、そこで重要なこと順に書いていく。そして、あまり重要ではないこと。つまり、Amazon から届いたので開封してみたっていうのは、これ一番下でもいいです。この私のブログも、まあ、概要欄に貼っておきますね。まあ、検索していただいてもいいんですけれども、私のその Amazon の梱包の様子、実は書いてるんですけど、全然上の方に書いてないんですよね。実は、まあ、これ途中で貼ってないんですけれども、下の方に書いてあって、そのように重要ではないことっていうのは、下の方で十分です。なので、まず結論から書いて、そして重要ではないことを下の方に書いていく。このように構成は結論から書くことを意識してみてください。そして、まあ、ステップ化、ポイント化していくっていったところで、まあ、もし予想以上に〇〇だっていう体験談を書くんだったら、あとはポイントにまとめていくだけですね。〇〇は〇バツバツだ。〇〇はバツバツだって。ポイント1、ポイント2、ポイント3っていう感じで、なるべくステップ化、ポイント化していった方が読者が見やすいので、ステップ化、ポイント化して、まあ、見出しを作っていくってことをやっていってください。はい。そして、これが体験談記事で一番重要なとこかもしれません。セールスの要素をしている。これどういうことかっていうと、まあ、もしね、興味あったら概要欄のリンク見ていただきたいんですけれども、この記事ですね、この紹介している商品をこけおろしてる。使えないって言ってるんですね。これをなぜかっていうと、もちろん僕、これアフィリリンク、Amazon のアフィリリンク貼ってます。これ最高ですって書いた方がいいんですけれども、実際使ってみたら水が入ってきて使い物にならなかったんです。使い物にならないとまでは書いてないんですけれども、まあ、水が入ってくるよって言ったことを大きく書いてある。セールスの要素を捨ててるんですよ。やはり、体験談で一番重要なことっていうのは、こう言って使ってみてどうだったかっていう、本当のことを書くってところで、やはり水が入ってくるってことを書くことで、まあ、一旦セールスの要素を捨てるんですね。セールスの要素を捨ててるから、SEO、楽天、Amazon に次ぐ3位ってところでいられるんですね。なので、セールスの要素を一旦捨てる。でも皆さん疑問があると思います。岩田さんね。いや、商売のためにブログ書いてるんだから、これ、セールスの要素捨てたら生活できないよっていう方いるかと思うんですけど、実はですね、この水が入ってくるっていう致命的なマスクの
リンクを貼ってるんですけれども、結構こっから注文入ります。なので何が言いたいかっていうと、セールスをしたところで SEO 順位が高くなければ売り上げって入ってこないんですよ。私はここで正直にこの商品はよくないまで書いてるんですけど、こういう欠点があるって書いてるんですね。書かない方が購入される確率は高くなるんですけれども、なんですけれども、そもそもそんなことやったら SEO 順位が高まらないんです。なのでセールスの要素を捨てて読者のために書いて、そして SEO 順位を上げるっていったことが優先的になりますし、結果結構商品売れてます。デメリットを紹介した上で、デメリットを承知して買うっていう人もいるので結構売れるので、まずセールスの要素を捨てて SEO 順位を高くするっていうことが重要になります。そしてこれ、さっきの Google のブログにも書いてあったんですけれども、こういった用途の人にはこれが向いてるってことを書いてくださいってことを書いてあったんですよ。僕たまたまやったんですけれども、例えばこのマスクなんですけれども、海にはクラゲが出るんですよ、8月とか9月とか。だけどこのフルフェイスマスクだったらクラゲ怖くないじゃないですか。だってここにクラゲ当たっても顔守ってくれるので、クラゲが怖い人には最高のマスクかよ、マスクかも、丸々の人にはバツバツがいいって言ってるんですね。なのでこういった訴求をしてってください。もう一回繰り返しますと、まずは写真とか音声とか動画をたくさん使いましょう。それ自身がちゃんと取材したっていうエビデンスになるからです。自分が専門家っていうことになります。そして結論から書いて、重要なことをポイント化ステップ化して書いていく。そしてセールスの要素が捨てる。そしてこういう人にはこういうマスクがいいよってところを書いていくってところをできれば、体験談記事は完璧かと思います。僕びっくりしたんですよ。やっぱりこういったカテゴリーキーワード、物販におけるカテゴリーキーワードって、やっぱり楽天、アマゾン、ゾゾタウン、ビッグカメラ、あとは価格コムとか、そういったところが強いんですけど、圧倒的に写真を使いまくった体験談記事であれば、こういったところに食い込めるんですね。なのでぜひ皆さんも体験談記事書いてみてください。きっと今 SEO でいろいろ悩んでる方も、あ、体験談記事書いてみよう、じゃあ商品購入してみよう、写真撮ってみよう、実際に使ってみよう、そして一回正直に書いてセールスの要素を捨ててみようっていう風になると、 SEO 順位が高まって、そしてこのようなカテゴリーキーワードでも SEO 上位を取るってことができるはずです。ぜひ試してみてください。私のこのチャンネルネームがですね、日々 SEO の具体的なテクニックとかライティングのやり方ですねを解説するので、しかも私のと他の SEO の YouTuber の違いは、自分の事例を使ってそれを解説していることです。なので実際に自分が経験したことを語っているので、絶対あなたのためになると思いますので、よろしければ初めて見たという方はチャンネル登録、そしてよかったら高評価とか、あるいはなんか反論とか、質問あればコメントしていただけると幸いです。本日は以上です。体験談の記事書いて SEO 上位にやってみてください。一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。皆さん、今度は本を出すことになりました。10万 PV を生む EC サイトの SEO、 EC 担当者はもちろん SEO、 特にブログライティングの専門書になっております。全国の書店、Kindle で発売しております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひポチッとお願いします。結構大きい本で専門書となっておりますので、ぜひ買ってみてください。テンプレートもついてるよ。